はい、湘南の慢性腰痛専門整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、私の腰痛に対する考え方っていうところをですね、今一度皆様にお話しさせていただければと思います。はい、タイトルはですね、こちらに書いてあるんですけども、私の考える治るとはというお話をさせていただければと思います。はい、このお話はですね、本当に重要でですね、私のこう考えている治るっていうところと患者様の考えている治るっていうところがこう違うとですね、やっぱりですね、私も治療をしていてですね、患者様がこう勘違いしてしまうというとまた違うんですけども、これが合わないとですね、やっぱり治療もうまくいかないんですね。はい、そういったところでですね、私の考える治るとはっていうところをですね、しっかり本日は理解していただくためにですね、説明させていただければと思います。はい、まずですね、患者様によってですね、治るっていうのが痛みが取れることを治るっていうふうに思われている方が結構多いんですね。はい、痛みが取れるが治るっていうふうにですね、考えられている方とても多くいらっしゃいます。で、これはですね、矢印って書きましたけども、私はこういうふうには考えないんですね。まずお伝えしておきますと、はい、痛みがですね、取れるっていうのは確かにとても重要なことです。はい、これをですね、ちょっと説明するのに例を取った方が分かりやすいと思いますので説明していくんですけども、例えばですけども、腰が痛いとしましょう。前にかがんだ時に痛みがあるとします。前にかがんだ時に痛みがある。で、そこで、前回のですね、動画でもお伝えしたんですけども、お腹の筋肉が硬くなることによって腰が痛くなることってあるんですね。お腹の筋肉がぐっと硬くなることによって体がこう前に倒れます。前に倒れることによってこうやって生活しないですから体を立たせるんですね。はい、そうすると腰が反ってきますよね。はい、反ってきます。で、反ることによって体が、お尻が常に前に出ている状態ですから、こう腰が引っ張られてしまうんですね。お尻が突き出されてますから腰の筋肉余計に引っ張られてしまうんですよ。そこで腰の痛みが出てきてしまっていたんですね。前の動画の患者様はですね、そこでお腹の筋肉をですね、緩めてあげることによって、こう反ってる状態になってた原因が取れてくるわけです。はい、なので腰の痛みはですね、その場で取れていくんですね。それで痛みが取れることが、じゃ あ患者さんがそれで治ったっていうふうに思ってしまうとうまくいかないんですね。その方がもしですね、それで治ったっていうふうに考えてしまうと、必ず痛みって戻ってきます。はい、これははっきりお伝えします。痛み必ず戻ってきます。なぜかというとですね、じゃあなぜその方がお腹の筋肉が硬くなってしまったのかっていうことを考えていかないといけないんですね。はい、お腹の筋肉が硬くなった原因っていうのは、その方はですね、やはりデスクワークですね、座った状態でいると、こういうふうに座った状態でいると、ここが常に縮んでくるんですね。縮んできますから、立った時に伸びればいいんですけど、伸びないんですね、縮んじゃうから。なので、この辺までしか伸びないんですよ。だから、体が前に傾いてると気持ち悪いですから、反っちゃうんですね、立たせるために。で、腰が反ってしまいますから、このまま倒れますから、ここから引っ張られてしまって、腰が痛くなってしまうんですね。なので、ここの硬さを取ってあげれば、また体がこうなりますから、痛みはなくなるんですけども、そんなことをしてるとですね、いたちごっこになるんですよ。要は、お腹の筋肉緩めました。腰の痛み取れました。あ、治りました。また、1週間後とかにですね、そのままの生活をしてると、またお腹の筋肉硬くなりますよね。先生、また痛くなりました。また、お腹の筋肉緩めます。そしたら、あ、痛くなくなりました。治りました。それって本当に治ってるんですかっていうところなんですよ。はい。治ってないですよね。なので、私の考える治るっていうのは、痛みが戻らない状態ですね。戻らない状態が、治ったっていうふうに考えています。これとてもとても重要です。
はい、なので私が言う治るっていうのは痛みが取れることは確かに当然というか当たり前なんですけども、痛みが戻らない状態、痛みが取れた状態からいい状態が保てるっていうのが治ったっていう状態になるんですね。といったところで、先ほどお話しした方にですね、じゃあどういったアドバイスをするかというと、あなたのお腹の筋肉が硬くなることによってぐっと縮んでいって腰が反ってきちゃって腰が痛くなってるわけですから、そこでデスクワークをやめなさいっていうのは簡単ですけど無理ですよね。それでしたら固めないようにやっぱり工夫していただくことが必要なんですよ。一つはですね、やっぱり座ってる姿勢がずっと続けばそれは固まってきます。なので例えば30分おきに少し立ち上がってこう動かすような意識を持っていただく、意識を持っていただくこと、かつですね、ご自宅だったりとか空いた時間にできるようなストレッチですね、ストレッチっていうのをお伝えします、はい、なので姿勢の意識とストレッチっていうところがすごく大事になります。姿勢の意識、姿勢とストレッチ、はい、まあ、ずっと座った姿勢をするなっていうのは簡単ですけど実際は無理ですよね、絶対に無理だと思います。なので固まらないようにこう姿勢の意識、ずっと座った状態が続かないように意識していただくこと、かつお腹の筋肉を伸ばすストレッチっていうところをしっかりお伝えします。こう体をこうねじりながらこう伸ばすようなやり方があるんですけども、大腰筋っていう筋肉のストレッチですよね。それはなのでその方の原因によって違いますよね、ストレッチの方法っていうのは。といったところで私はしっかり検査して原因を見つけてあげる必要があります。かつ患者さんも理解していただくことが必要になるんですよ。大前提として患者様自身も原因を理解してください。原因を患者様自身も理解してほしいんです。原因を理解です。そうしないとですね、いたちごっこになっちゃうんですね。なので受け身だけの治療を希望する患者様ははっきり言って当院には向かないです、はい、しっかり原因を理解していただいて、理解していただいた上でご自身でもやっぱり気をつけていただかないと実際この治るっていう状態にはやっぱりいかないんですね。そんなにですね、現実はっきり言って甘い世界ではないです。それは患者様にしっかりお伝えします。なので初回しっかりお話をお伺いさせていただいて、私の方もしっかり検査させていただいて、原因をしっかり説明させていただいて、痛みを取って痛みを戻さない状態にするためにはこういったところが実際は必要なんですよっていうところをですね、しっかりお伝えさせていただきます。そうするとですね、痛みが戻らない状態っていうところが実現できるんですね。そしたら何が起こるか考えていただきたいんですね。無駄な時間と無駄なお金を使わずに済むんですよ、はい、痛みが取れてまた痛みが戻ってきたら来てください。じゃあダメです。私はそれは間違ってると思っています。こういった原因がありますから、こういう姿勢だったりこういうストレッチを気をつけてくださいっていうふうに言えば、そんなにしょっちゅう来てもらわなくって済むようになるんですね。人によっては卒業していただく方も結構いらっしゃいます。自分でこうやって気をつけていただければ痛みは戻らないですよ。中にはやっぱり1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回チェックしてきてくださいっていう方もいらっしゃいます。チェックしてほしいっていう方でメンテナンスっていう形で来られる方も中にはいらっしゃいます。でもですね、できるだけ期間を空けて自分で姿勢とかストレッチをすることによって無駄な時間とお金を使わずに済みますから、その時間とお金をですね、本当にやりたいことに皆さん費やしていただきたいんですね、はい、趣味だったりとかご家族のための時間だったりお金に費やしていただきたいんですよ。そういったところでこういったことですね、姿勢とかストレッチをしっかり原因を理解していただいて治る状態、私の言う痛みが戻らない、戻らない状態、治る状態にしていくっていうところが、まあ、私の治療理念であります、はい、本日はですね、まあ、患者様と私の中でこう理解がですね、こう理解がこう理解の仕方が違うっていうところで、まあ、治るっていうことはどうなの、どういうことなのかというお話をさせていただきました、はい、腰痛でお困りの方ですね、ホームページよりですね、無料相談だけでも結構ですので、ぜひですね、ご相談ください。無料でお答えいたします。またですね、今後も、まあ、腰痛の改善のためですね、腰痛を治すためのヒントだったりアイデアというところですね、
お話ししていきますので、ぜひですね YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。